川上春は日本のクリエイティブディレクター、アートディレクター、グラフィックデザイナー、タイポグラファー、アーティスト、アートリスインク代表。1977年東京都生まれ、アートリスインク代表。ブランディングディレクター、クリエイティブディレクター、アートディレクター、デザイナー、アーティスト。独学でデザインとアートを学び、 ニューヨークから帰国後の2000年に1月1日、22歳7ヶ月で独立。翌年、2001年アートリスインク設立する。現在、東京と軽井沢を拠点に、大阪と京都にブランチやサテライトを構え、アート、デザイン、ビジネス、そしてグローバル、ローカルと多角的視点を軸に、グラフィックから建築まで包括的なブランディングとデザインを行っている。 数多くの建築家やインテリアデザイナーとパートナーシップを結び、建築からインテリア、サイネージからグラフィックまで一気通貫したブランドデザインを行い、VI 及びグラフィックデザインを建築空間でも融合させることで、隙のないブランドコミュニケーション及びブランドエクスペリエンスを提案している。また、プライベートワークとしてアーティスト活動も行っており、 安土桃山時代を中心とする水墨画、障壁画、茶の湯、聖火、盆栽、作定、建築など高度に洗練された日本独自の美的理念へ回帰しながらもデザインとアートと西洋と東洋を融合的に捉え独自の視点と価値観でのグラフィック作品やインスタレーション作品の制作と発表を行っている。2000年に独立後、プラス81マガジン等の グラフィックデザインを中心に活動をした後、2008年、世界中の30歳以下の優れたアートディレクター50名を選出する NYADC、ヤングガン6を受賞。翌2009年は審査員も務める。同年、日仏交流150周年記念事業として、経済産業省が策定した感性価値創造イニシアティブに基づき、 感性に訴えかける日本の優れた製品やサービスを紹介する展示会。パリ・ルーブルグのフランス国立装飾美術館での感性感性ジャパンデザインエキシビジョン展に選出されアートブックを制作展示。2010年にはロンドンを拠点にイエローペンシルの名でデザインと広告における独創性を促し支援する D&AD 賞も受賞。 同年、フィンランドのデザイン会社、ムスタ・リミテッドの映像作品にアートワークで参加。カンヌ・ライオンズ国際クリエイティビティフェスティバル金賞受賞。2011年年始、新宿伊勢丹のショーウィンドウ、VMD を担当。本館とメンズ館の計21面に及ぶウィンドウと、本館1階、ザ・ステージのアートディレクション及びグラフィックワークを制作。2012年、 ドイツハノーファーを拠点とするアワード、IF、インターナショナルフォーラムデザインハノーバーを受賞。同年、クリエイティビティ、インターナショナルアワーズ、41賞ととにアニュアルも受賞。2013年、ワンショーデザインゴールドペンシル、金賞、デザインアワード、DAFA、デザインフォーアジアアワード2013を受賞し、また、国内でも、東京 TDC、グッドデザイン賞。 SDA アワーズ、s d a アワード、ジャパンデザインスペースアソシエーションアワードを受賞。2014年 H&M 京都のオープニングアーティストに選出されグラフィックアート作品を制作。2015年ウェブ界のアカデミー賞と称されるウェビー賞を受賞。渋谷スクランブル交差手前に存在するスターバックス渋谷ツタヤ店の店舗内アートのアーティストとして起用されている。 2017年、サロンデ・ボザール2017にメインアーティストの一人として招待され、パリのルーブル美術館にて、幅17メートル、高さ3メートルの大型ビデオインスタレーション、インプレーズ・オブ・シャドウズ・イン・エー・ライサン・マイナスを行う。サロンデ・ボザールとは、150年を超える歴史を持つ、フランスの美術団体、そして、ナショナル・デ・ボザールが主催するアートの祭典で、 毎年ルーブル美術館で開催されている。2017年よりスタートした東京、表、三道、渋谷、外苑前、六本木、大観山を中心としたデザインとアートを横断するフェスティバルディザナート東京をファウンダーの一人として立ち上げ、デザインとアートを融合的に捉えた新しいムーブメントを起こしている。2018年、上海、フェイドギャラリーにて、古典、 トラディショナルコンテンポラリー売春川上を開催。2019年、東京、渋谷をオープンした、ホテル越え、東京、熊健吾が設計した、小道夏京都、安藤忠雄建築の瀬戸内、リトリート、青凪、中国、鄭州にオープンした、リゾートホテルジェンリングジョニーサミスト、ホットスプリングホテルなど、近年、多くのホテルやショップ、レストランなどの建築やインテリアとの融合に、 フォーカスした、ブランディング及びアートディレクションを手掛けている。活動は多岐にわたり、国内外でのカンファレンス、エキシビション、フェスティバルにも多数招待され、ポンピドゥーセンター、ルーブルク内フランス国立装飾美術館、クアラルンプール国立美術館、ミラノサローネ、テントロンドン、ダミー、ボデュ、シンガポールデザインフェスティバル、ソウルデザインフェスティバル、上海デザインビエンナーレ等など、 その他、東京、中目黒高架下にあるアートリスインカ本社オフィスの隣には、アートリスクラフトティーコーヒーというシングルオリジンのスペシャリティコーヒーと日本茶を提供するカフェを運営し、そのオーナーでもある。これは、プライベートで学んでいるの茶の湯と、コーヒーという趣味が講じて立ち上げた、サイドビジネスとしてのブランドである。海外、日本国内、チームオブアートリスインク、 アートリス・インク、ニュースアーカイブズ、2020年2月5日、閲覧。AB、ザ・ワンクラブ、ヤング・ガンズ6。www.oneclub.org.2020 年2月5日、閲覧。AB、世界が選んだ、Under 30の作品展開催。アドバータイムズ・バイ宣伝会議。アドバータイムズ宣伝会議が運営する。 広告会のニュース情報プラットフォーム。2020年2月5日閲覧。日仏交流150周年記念事業、完成完成、ジャパンデザインエキシビジョンヘクセプロジェクト。2020年2月5日閲覧。新宿伊勢丹、カンル国際広告祭金賞、川上春とのコラボショーウィンドウが登場。マイナス12月26日より。 w w w f a s h i o n p r e s s n e t 2020年2月5日閲覧。京都発出展の H&M 京都オープニンググラフィックアーティスト、川上春による限定デザイン。バレプレス2020年2月5日閲覧。ニュースプレスレサロンデボーアーツ2017オーガナイズパールラソシエテナシアナルデボーアーツ 17AU10 デッサンブル、カルーセルジュルバー、ソシエテナシアナルデボアーツ。www.newspres.fr.2020 年2月5日閲覧。インプレースオブシャドウズアットザルバーミュージアム。アートリスインク、ニュースアーカイブズ。2020年2月5日、閲覧。ディザナートトップ。2020年2月5日閲覧。川上春古典開催のお知らせ。 トラディショナルコンテンポラリーアットフェイドギャラリー上海バレプレス2020年2月5日閲覧アバウトホテルコ東京についてホテルコ東京 hotelkoe.com 2020年2月5日閲覧アートリスインクトップ2020年2月5日閲覧アートリスインクアートリスインク2020年2月5日閲覧 アートリスクラフトティーコーヒー。アートリスクラフトティーコーヒー。2020年2月5日、閲覧。日本の伝統美をグローバルな視点で表現するアーティスト、アートディレクター、川。財業新聞。2020年2月5日閲覧。ありがとうございます。